こんにちは、一等捜査課の村井です。久木です。佐藤です。お願いします。よろしくお願いします。本日はこちらの YouTube で三原康弘のスニーカー勉強会を行いたいと思います。はい、はい、さあ勉強会を始めようということで、はい、まあ、今リアルに見に来ていただく方も多いので、まあ、この動画を通して僕たちもこうもっと理解を深めて、で視聴者の方にも、あ、やっぱりすごいよくできたプロダクトなんだっていうのを感じていただければなと思っております。で今こうたくさん並んでるわけなんですけど、カテゴリー別で分けてます。ピーターソン初代モデル、はい、そして真ん中のコーナーがウェインスポーツスタイルのモデル、まあ、一番最新なんですよね。そうですね、はい、近年のムードを汲み取ってリリースされてるモデルです、はい、と、まあ今の人気のこう加速具合にこう、まあ、一番今人気って言われてますね、はい、ブレーキというモデルで、まあここのカテゴリー別で、まあ、僕たちなりに人気の秘訣を熱く語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは初代モデルのこちらピーターソンの方からご紹介していきたいと思います。はい、まずやはりこのスニーカーに込められた思いというか、固定概念を壊すオリジナルソールスニーカーっていうのがやはり一番の醍醐味かなと思っておりまして、うん、すごくないですかこのスニーカー。デザイナー本人が粘土をこうこねて型を作るんですよ、うん、このソールの型ですね。でそれをこうスキャニングしてこう EVA でこのソールの形状を作るという、まあ、何度もやっぱりこうやりながら行われるそうなんで、はい、で右左でもねソールの形状が変わるんですよ。手で不均一な感じが、はい、なんかこうやっぱね人の心を引きつける。そうですよね、完成されてるようで完成されてないというね。今本当スニーカーって全てもうパソコンで、そうですね、3D プリンターで仕上げられていくような、もう本当工業製品みたいなことになっておりまして、そこにねやっぱ三原さんの、はい、テクスチャーというか、なんかその今のテクノロジーでこうできすぎてるスニーカーが多いじゃないですか。スポーツブランドとかももうすっごい人気を博してますし、そこの概念を壊すっていう思いが込められてるような感じを僕らは受けております。そんな感じしません？なんかこのハンドメイドらしい、そうこのなんかね愛着がある一足というか、うん、なんかできすぎてないこのラフさがまたやっぱコーディネートにも何かこう違和感をもたらしてくれるというか、うん、僕も今年買ったんですよ。はい、めっちゃ調子いいですよ。ああ、そうです、ね、何でも合いますし、うん、まあそうですね、そのこだわりを、はい、こだわりを、はい、こだわりまくってるんじゃなくて、なんか上はねもうレガシーを乗せてますから、はい、合わせやすいんです、ね、ベースはやっぱ既存なんですよ。既存の枠があってそこをこううまくこう壊して再構築していってるスニーカーオリジナルソールですよね。本当に素晴らしい商品ですので、ぜひ一度お客様にも履いてみていただきたいと思っておりますの で、まあ、セレクトショップビットウエストとして、まあ、このスニーカーをご紹介させていただいているので、やはりどうコーディネートで持っていくかっていうのも重要だと思うんですよ、うん、まあ、合わせやすさとこの靴の魅力、はいはい、っていうので今回の動画ではこのスニーカーの紹介で、このスニーカーを使ったスタイルサンプルみたいなのをこう見ていただければなと思うので、まずはじゃあここのピーターソンでのスタイルサンプルを一度見ていただきたいと思います。はい、
続いてはブレイキンですね。はい、どうぞ。マスター、見てください。声出せへんなぁ。出てないですか？どうぞ、見てください。まあ、先ほどのピーターソンよりも、はい。まあ、ね、ソウルが厚底でビルドアップされてるようなイメージですね。で、プラスあの2にかけてシェルと、この一体感で、はい。こう、よりこう、グニグニっとした感じが、感じるモデルかなと思います。僕もそこコロンとしてる、ね、感じですよね。僕もそのコロンと感が気に入って、ね、このモデルにしました。ちょっとピーターソンにはないこの丸っこさが可愛いモデルになってます、はい。まあ、こういうところの、刻印なんかもあのブレイキーからかな。ブレイキーはかなりしっかりとネーミングが入ってたりとか、ね、キャンバスは刺繍で入ってたりとか、まあ、この辺シーズンで動いてくると思うんですけど、まあ、勉強会ということで、はい、あのその辺の今年はこういう仕様になってるというのもお伝えしておきたいと思います。可愛いですね、どれも。可愛いと思いますよ。やっぱこのこれレザーですから、ね、ちょっとあの写真で分かるかどうか分かりませんが、なんかこのボリューム感に対してのやっぱこの紐のバランスの良さとかもものすごい可愛いし、なんかジャンボレースになってる分、今のオーバーサイズの服合わせてもめっちゃまとまりいいんですよね。これは本当おすすめですね、このスタイル。まあ、ブレイキーね、なんかこう、はい、まあ、目立つんだよね、多分よりトゥーの部分までデザインがあるので、うん、確かにそうですね。ピーターソンよりもしっかりとちょっとこうデザインの靴を履いてるなっていうのが分かりやすいので、はい、人気があるんじゃないのかなという考察です。はい、僕もそう感じております。ではあのこちらもそうですね、サンプルピーターソンにはなかったこのもっこり感を生かした、はい、スタイルサンプルね。スタイルサンプルですか。はい、いってみたいと思います。では続いてはウェインのご紹介ですね。なんかこれすごい今の時代感を捉えた一足かなと僕は思ってて、いわゆるファッションのムーブメント的に、まあ、ストリートスタイルとか、スポーツスタイルっていうのは結構主流てか、まあ時代的になんかそういうラフな格好したい気分じゃないですか、なんかそこにうまくはまるこのストリート感とスポーツ感が反映されてるこうアッパー形状かなと感じておりますね、まあ、ストリートと本当スポーツ感はあるよ ね、 そうですね。まあもうあのそのものを連想させる、はい、まあ既存の、そのそのものを連想させながらも、三原さんの感じとうまく融合されてるんだ、はい、すごく可愛いです、なんかあえてここのねこの、フォントなら入る部分がもう、ないっていうだけでまたそこの違和感もすごくあるので、そうですね、はい、三原さんがうまくこう溶かしてますから。あ、これね靴もともとなんかまあメルトダウンみたいなのを最初ね、よくアイスクリームみたいなのでこう溶けていくようなイメージでソールを作られてたりしたところから、どん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 発展していって、あ、こういうちょっとクレイソールで作る面白さっていうのが、まあこのピターソンとかに反映して今このウェインまで来てると。まあ、溶けたような可愛さがありますから、でこうアッパーのレザーの素材からのこうキャンバスのスタイルまで幅広くあって、カラーリングの面白さもあるんで、新型なのでやっぱカラーのバリエーションが一番多いです、はい、結
個なんで、コレクトする面白さもあるかなと思って。そうよね、まあ、このベースがまあ既存って言われる、まあスニーカーのこうレガシーがベースになってるわけじゃないですか。でそれってやっぱ皆さんこうコンバースも持ってるし、ナイキも持ってるし、アディダスも持ってたりって、こうスニーカー集めるじゃないですか。なんかそれと一緒のような感覚でピーターソンも持ってるし、ウェインもあるし、そうブレイキーもあるしっていうような感覚で、そういう風に買っていただいてる方が本当多いんですか。はい、で逆にこう型を気に入ってウェインならウェインでこう色のバリエーションもあるし、色もあるしハイカットもあるしっていうような集め方もできるっていうのが面白い。まあ、キャンバスとレザーっていうのはまずこう形違いでもいいんで絶対欲しくなると思います、はい、最初にどちら買われるかはあのその時の在庫とかサイズでもあると思うんですけど。そうですね、レザーでしょ次村井君も買うなら。そうですね、ピーターソンのレザーを狙っておりますね。はい、なんかやっぱこうキャンバスのカジュアルさとレザーにするだけの、オックスレザーにするだけのちょっと高級感とか、はい、あのハードさってまた変わってくるんで。そうですね、うん、まあ、そこスニーカーの本当面白いところだよね、うん、だって今なんかそういうのがもうブランドのスニーカー買ってもないでしょ面白みが。でそこだともう一足買ったらその予算的にも結構いっぱいいっぱい、うんになるところ、まあ、だから皆さん多分ねスポーツスニーカー買うのやめられないんだと思うんですよね。そうです、皆さん集めてますからね、うんうん、でそこを買われる楽しさもあるんですけど、ここに関してはもう少しこうアート感、さりげないアート感が入るっていう部分がまた集める楽しさかなと思ってる、うん、レディーメイドの思想ですよ入ってるのは、うん、はい、ちょっとそのアート詳しくなんで多くは語れませんが、まあこの辺りのいろんなスタイルでバリエーションが揃っておりますので、まあこちらのウェイもこれを使ったコーディネートのスタイルサンプル見ていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ではいかがでしたでしょうか。今回はこの3足を使ってのスタイルサンプルということですね。どうでした。いや、あの、まあ、スタイリングを組んでみて、はい、あの、まあ、ちょっと伝わってるかは、ね、組んでる時っていつも あるんですけど、やっぱここはあの下が、まあ、今回下から決めたんですけど、上に結構ね何でも持ってこれるんですよね。うん、何でもあっちゃう、何でも持ってこれて、あのうちらしいなんかこうちょっと違和感他の人が持ってないっていう感じが出しやすいんで、すごいまとめやすいです。他大体ね靴後で決めるか靴でガツンとポイント入れるかみたいな、やっぱどうしてもうちのっていうか、まあデザイナーズってなるとそういうスタイリングの組み方、上でポイント入れるか下でポイント入れるかになるんですけど、これはこうトータルでポイント入れようかっていうような組み方がしやすくて、だから白で合わせようとかちょっとまあ、カルチャーを入れやすいっていうか、なんかこううまく今言葉出てきませんでしたけど、まあ、スクールっぽくしようとか、なんかそういうあのコーディネートの幅をぐっと広げてくれて、靴もね、なんかそうなった時ってみんな多分普通のやつに行かないと、今だったらね、僕も書いてますけど、アシックス、ニューバランス、まあ、ジョーダンに行っちゃうところだと思うんですけど、そこもちょっと人と違うものと差別化できるっていうポイントが出てくると思います。はい、
スポーツシューズ、じゃあ、こんだけ世の中いろんなデザイナーでもスニーカー出る中で、ね、ちょっと物足りなく感じる部分もあるし、かといって別にデザインがたくさん欲しいわけでもないので、うん、これが一番その中間で、ソールだけがちょっとこの違和感があって、他にはなかった発想とかスタイリングっていうのがまた生まれるし、でも、ね、アッパーはこの見覚えのあるというか、ね、馴染みのあるなんかこの定番の形なんで、いろんな洋服、あとはジャンルとかっていうのにすごい合う。だからこれは本当におすすめです。で、日本のブランドで、まあ価格もそんなにこう手に高すぎなく手を出しやすいので、うん、いろんな形を皆さんに、まあ、履いていただきやすい。安くも欲しくなるんで、団体ですもん。これは女性でも人気ですし、プレゼントにもすごく人気なんです。そうそうそう、レディースバーでしっかりありますんで、はい、まあ、同じようにちょっと色のバリエーションとか少ないですけど、そこはうちの、オンラインをチェックしてください。はい、めちゃくちゃおすすめです。男女問わず、年代問わず、ファッションのジャンル問わずに気に入っていただけるメゾン三原康弘スニーカーとなっております。では、こんな感じで今日も、ね、はい、今日も高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。